ガラスの裏と表。こんにちは、株式会社児玉ガラス児玉です。一般的な普通の透明ガラスであるフロートガラスはどちらの面から見ても見た目は同じで、窓ガラスやテーブルの天板、棚ガラスなどで使用する場合は裏表関係なく使用します。ではフロートガラスに裏と表がないのかと言われれば、答えはノーです。厳密には裏と表があります。そこで今回は見た目には判別できないフロートガラスの裏と表についてご説明していきたいと思います。まずこのフロートガラスはフロート法という方法で製造されており、簡単に言うと溶けた錫の上に溶けたガラスを浮かべて板状に成形されてできています。裏表とはこの錫に密着された面のことを錫面、反対面を非錫面と呼びます。また業界では錫面のことをボトム面、非錫面のことをトップ面と呼ぶこともあります。このボトム面には薄く錫が付着しており、一般的な使用時には何も問題はないのですが、印刷時や合わせガラスに施工する際に接着力が安定しないことから、ガラス表面を加工する際にはどちらがボトム面かを確認する必要があります。ではどのようにして見分ければいいのか、蛍光検査灯などで紫外線を照射する方法などもあるのですが、検査機器を使用しなくても見分けれる方法が一つだけあります。フロート法で製造されたガラスは製造ラインを裏表が変わることなくそのままの状態で切断されます。ガラスの元板をよく見てみると、ガラスの切り口の片面が少しザラザラとなっていて、反対面は鋭利にエッジが効いた状態になっているのがわかります。ガラスは切るときにガラスカッターを当てた後に折って切断します。もうお分かりだと思いますが、このカッターを当てた面がトップ面ということになります。では実際にカットしてみます。株式会社児玉ガラスでは普段は裏表関係なくカット加工しておりますが、事前にご相談いただければトップ面ボトム面を分かるようにした状態でガラスをお届けすることも可能です。以上、フロートガラスの裏と表についてでした。株式会社児玉ガラスが運営する YouTube チャンネル KG プレスチャンネルでは、ガラス業界の常識にとらわれずちょっと変わった切り口でガラスの本当のところをお伝えしています。毎週木曜日に動画を公開していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた来週もお楽しみに。おーなってる、なってる。このモキョモキョモキョとなってるのが入れた方が上やね、トップ面。これがトップ面ですよね。トップ面とか、まあ入れた方が。ああ。